方立てと、無目で仕切られた窓片立とは、縦区の用語である。左右に繋がった窓や側部に、明かり取りの窓がついたドアでは、左右を仕切る部材を、カーテンウォールでは、縦三部材を指して言う。方立ては、構造的要素であり、隣接する窓ユニットを仕切る。方立ては2枚ドアを垂直に仕切ることもある。方立ては、様々な材料から作成されるが、 木材やアルミニウム合金が最も一般的である。ただし石材が窓の仕切りとして使われることもある。砲立ては垂直な要素であり、水平に使われる旨としばしば混同される。この言葉は、酸と混同されることもあるが、こちらはサッシュを小さなパネルや明かり取りに仕切る、小さな木あるいは鉄の部材を指す単語である。砲立ては、 構造部材として機能し、開口上部の聖火重への体力及び窓ユニットにかかる風火重を建物構造に伝える。この言葉はまた一般的なカーテンウォールシステムの大きくて厚みのある構造部材にも当てはまる。19世紀中頃、以前、ゴシック町教会やエリザベス風宮殿の大きな窓に見られるような非常に大きなガラス部分が必要とされる場合、開口には 一般的には、石材の砲立てや、胸の枠組みへの仕切りを必要とした。さらに、大きなガラスパネルは主に鏡としての利用に使われており、ガラス窓やドアに利用するには高額であったため、各、ガラスパネルのサッシや額縁などを、さらに格子や鉛のリムに仕切る必要があった。現在の一般的なデザインでは、玄関や他の大きな部分にガラスを使用する際、 通常は、宝立や、無名と仕切られた明かり取り窓やドアの組み合わせが使用される。ありがとうございます。